僕が星になる前に、は2010年のイギリスのドラマ映画、ハッティー・ダルトン監督、ベネディクト・カンバーバッチ主演、マッキガンに侵された青年とその友達による旅を描いたもので、男同士の絆、また生きていくことの意味を描いている。2010年のエディンバラ映画祭出品作でもある。ダルトンは、これが、初めての長編であり、カンバーバッチもこの作品で映画初出演を果たした。 日本では2013年10月に全国で上映されている。バラファンドルワン29歳の誕生日を迎えたばかりのジェームズは末期癌を患ってモルヒネを服用しており余命いくばくもない状態だった。自分の最後の願いを叶えようと残された時間を利用して3人の親友デービー、ビル、マイルズを誘い彼が世界一好きな場所であるエールズのバラファンドルワンへ キャンプをしながら旅を続ける。すでに体力が落ち、体の自由も効かないジェームズをカートに乗せ、男だけの4人の旅が始まった。4人は道中トラブルやいさかいを起こしながらも、それぞれが抱える悩みや本音をも、あらわにしていく。やがて目的地を目前にしながら病状が悪化した、ジェームズは仲間が止めるのも効かず、痛みと戦いながら進もうとする。実はこの旅にはジェームズが、 デイビーたちに隠していた目的があった。それはバラハンドル湾で泳いでそのまま行くというものだった。デイビーたちにその目的を明かし自分を見送ってほしいと頼むジェームズにデイビーたちは当然ながら強く反対する。しかし薬の効き目が切れ激しくもがき苦しむジェームズの姿に3人はジェームズを見送ることを決める。 それでも、いざジェームズが沖に向かって泳ぎ出すと三人は、ジェームズの元に向かって泳ぎ出す。泳げない、デイビーオビルが岸に戻している間に、ジェームズはマイルズに改めて見送ってほしいと頼むと、自ら海に沈む。マイルズはジェームズを助け出そうと後を追うが、彼の様子に結局助け出すことなく見送る。ジェームズの泣き殻を抱えて、マイルズが岸に戻ると、三人は鎮痛な面持ちで、 ジェームズの遺体を囲む。うち日本語吹き替え版の声優この映画の上映中、日本語版でベネディクト・カンバーバッチ演じるジェームズの吹き替えを担当した俳優の三上明によるトークイベントが東京のヒューマントラストシネマ有楽町で行われ、この作品の熱心なファンが詰めかける中、吹き替えのコツなどを語り、最後には実際の吹き替えも披露してみせた。三上は、 シャーロックや、スター・トレック・イント・ダークネス、DVD 版の、パレーズ・エンド、ミス・マープル4殺人は容易だなどで、カンバーバッジの吹き替えを担当している。2013年12月20日に、英語音声、日本語字幕付きで発売されている。ありがとうございます。